ここでは、これからですね、学んでいく内容について簡単に触れていこうと思います。で、統計学には大きく分けるですね、2つの、形式というか分類をすることができます。1つ目がですね、記述統計と呼ばれているものですね。書いていきましょう。記述統計ですね。で、2つ目がですね、推測統計と呼ばれているものになります。で、この2つですね、何が違うのかというと、ざっくりお話をすると、記述統計は過去のこと、そして推測統計が未来のことというイメージを持っていただくと分かりやすいのではないかと思います。もうこの講義はですね、あくまでもイメージとしてですね、理解するということを趣旨としておりますので、そんな形でイメージを持っていただければと思っております。で、これから主にやっていくのは、この推測統計ですね、こちらの方をメインにやっていくという形になっていきます。で、記述統計というのはですね、過去のこと、すなわちデータを分析する、整理するというものですね。一番わかりやすい例でいきますと、平均値といったものが挙げられます。例えばですね、学校の試験を受けたときに、平均点83点の、高いですね。平均点65点とかですね、そんな試験あったかと思います。平均っていうのはですね、統計学の考え方で、これはですね、すべてのデータを、そのデータの数で割ることによって求めることができるというものですね。こういった形でデータを整理するものが記述統計というイメージですね。で、推測統計が何かというとですね、これから話をしていこうと思います。推測統計というのはですね、ある一部のデータから全体を予想するという考え方になります。で、統計学においてはですね、この全体と一部というものがですね、非常に重要な役割を担ってくるというかですね、この言葉がよく使われるということが言えます。で、まずですね、全体のことをですね、統計学では何というかというと、母集団と呼びます。で、それに対して母集団から一部のですね、データを取ってくるんですが、その取ってきたデータによって作られたもの、データの集合ですね、それが標本と呼ばれているものです。で、推測統計は何をするのかというと、この標本のデータから母集団がどうなっているのか、母集団の性質があるのか、より具体的に言うと、例えば母集団の平均がどうなっているのかとかですね。あとはですね、この標本がこれぐらいだと、本当の数字はこれぐらいどうなっているのかっていう点について学んでいく。今非常に抽象的ですので、具体的な例を挙げていきましょう。例えばですね、よくあるものとしては、視聴率というものがあります。これテレビ、ユーザー見ている方がどれぐらいどのテレビ局の番組を見ているのかということを示しているものになりますが、この視聴率をですね、すべての世帯の人に対して、なんか機械を置いてですね、どの番組を見ているのかということを調べるというのは、非効率的であってですね、あまり本質的に意味がありません。その時に何をするのかというと、標本としてですね、抽出します。で、それはランダムに抽出するという必要があるんですが、ランダムに抽出したデータをもとにですね、母集団、要は一部の数百人の人のデータをもとに、元のですね、日本人全体がどのテレビ番組を見ているのかということを推測していくということをしていくというものですね。じゃあ、どれぐらいの数を調べれば、その母集団、日本人全体としての視聴率がわかるのかといったことをですね、定量的に評価していくというものが、この推測統計のイメージと考えていただければと思っております。で、今回ですね、主にお話をしていくのは、この推測統計ですね。すなわち、標本のデータから母集団の特徴を見出していくといったことをですね、やっていくというのが目的となっています。今の視聴率の例とかですと、結構イメージ湧きやすいのかなと思っておりますし、面白そうだなというイメージも持っていただけるのではないかなと思っております。まずはですね、そういった観点で推測統計をやっていきますよというところは頭に置いていただければと思います。